金ですね。おお、金とか金とか。ああ、もう40分で やめなあかんからね、これね。どこにできたんや。金ですね、うん、はい、下げてきました。前回ここだったんですね。はいはいはい、はい、でこのまま、まあ、あのカップ&ハンドルのちょっとしたつまみをですね、うんうん、作って上げていっちゃったねみたいなこと言ってたんですけれども、うん、まあ、カップ&ハンドルの細かい説明はですね、またカップ&ハンドルコーナーを作ろうかなと思うんですけど、そんないっぱいあることでコーナーするほど以外で終わるんじゃない。まあ、まあ、みたいな。ここでですね、拮抗してるわけですよね、この買い取りがね、はい、ほんで結局売りが買って下にガーッといったわけです。ほんでもうそのこの売りの勢力はですね、うん、まあちゅうか買ったここで買った人たちはですね、うん、ここで損切りができずに持ってる人たちもいるわけですね、はい、ほんでこうやって横に進んでいくもんやからね、はいはい、ほんで横で進んでいって上がっていくもんやからね、うん、ずっとこう期待してる人たちもいるわけですよ、うん、損が減っていってやったーいって、ほんでここでパンと上がったもんだから、あ、カップ&ハンドルの形成の意味を言ってるんですけど今、うん、でここで拮抗するのはまた、はい、まあ、言ったら上昇トレンドになってるわけなんですけれども、うん、ここでここの縦値で売りたい、プラマイゼロ、プラマイゼロで出たい人たちがいるわけですね、うん、大口さんとか含めて、うん、でそういう勢力があって拮抗します、うん、でそれはまあ買いの反対の注文ですから売りですからね、はい、で上げていくっていう風に見ている人もいます。でこういう風にカップ&ハンドルみたいなことになって、うん、ここを抜けたら買いしかいなくなるんですね、うん、まあ、そのここでもう消化されるわけですよ、買い取る勢力がもう満足するんですよ、みんな、はい、でここでドカンと買いの燃料だけで上げていくっていう風になりやすいなる可能性があるって感じです、うんうんうん、このまま下げていくこともあるんですよ別に、まあもちろんね、カップ、はい、ハンドルでかーみたいな風になることもあるわけなんですね。で次の今はですね、ボケるときはゆっくり喋ろうよ。早口でボケたらあかんでしょ。ささっと行こうとしてるから。でですね、はい、今はですね、もうこれ 何層にも蓋があるんじゃないっていう風に僕は言ってたんですけれども、うんうん、ここでもね同じように持ち合ってるわけですね、はい、うん、でここでもまたハンドルを作ろうとしてるわけです、うん、でここは青い線は前回のハンドルの、まあ、カップの蓋を作ったとしたらですけれども、蓋があった水準ですね、うんうんうん、でそこに当たってもし押し目をつけて、うん、また上がっていくならばここら辺でイン、お、行ったらいいですね、そんな風に行ったらいいですねっていうことですね。行くつもり、いや行くつもりというか、まあこれは行った方がいいですよ。いや僕の観点で言うとですよ。はい、うん、こんなんなんですよね、長期で見るとね。あ、もう10年スパンぐらいですか。そうですね、はいはい、2010年からぐらい作ってるんですけれども、うん、今は基本的にはずっと持ち合ってる段階です、うん、で高値がね、1364ってことで、まだここの40ドルぐらいの幅があるんですけれども、うん、ここまで行ってもおかしくないっていうふうに思ってます。なぜならば2018年各国中央銀行が金を買った額としては、金とドルが交換できる打換制度が終わった1971年以来最高になったって前回お伝えしたんですけれども、金の供給量がニクソンショックの時、金の供給量は限られているとか、特定の機関とか国に対する債権ではないために、そのリスクが少ないっていうことがあるんですね。で世界の中銀がその昨年購入した金っていうのは651.5トン、前年比 74% 増し、これは過去に、はい、2番目最高の水準なんです、はい、なぜこんなことになってるかというと、うん、何回も3週ぐらいに分けて言ってる通りに、この世界が不安世界がやばいっていうことです。七不思一般教書演説、そうですそうです。つまりですね、はい、これは短期的な価格上昇を望んでる短あの個人投資家とかファンドとかっていうよりも、うん、中銀がこんだけ買ってるっていうことは、うん、ドル支配が徐々に崩れていって、はい、金の方が安全資産になるんじゃないかっていうことで長期で買ってきてるんですね、うん、はい、つまり崩れにくいっていうことなんですよ、うん、で基本的に買ってるのはロシア、カザフスタン、トルコ、ポーランド、ハンガリー、インドです、うん、いやロシアはほぼでしょ、ほぼ、うん、ほぼほぼほぼ半分ぐらい、あ、そう、うん、ロシア、ロシア、なるほどね、知らなかった。ほぼとは知りませんでした。あ、ほぼじゃないけどね、うんうん、すごい大量な買ってのはロシア、うん、あったとですね、あの2018年ハンガリーとかものすごい割合を多くしたっていうふうには言ってましたけどね、うんうん、まあそういう感じでですね、まあ、結構な国がですねこういうふうに金買いっていうのを政策としてやってきてるっていうことですね、うん、うん、
まあ、あと中国とかもそうですけど、ね、そうですね、うんうん、というわけで今の値動きを見てまずはですねここでサポートされたらこの上までのここまでは取れるんじゃないかなっていうふうに見て細かく取っていってもいいし、でここを抜けるんなら抜けそうな感じだったらここでインして上まで取ってもいいしという感じで風に考えていってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど、金を買ってるんですか。まだですこれからこれからえ買うんですね。うん、買うよ実物。いや買う、うん、実物買います。実物は買いません先物とかでいいんじゃないですか、まあ、結局ですね、うん、今からアメリカの問題 EU の問題で、まあ、中国の問題とかね、うん、まあ、いろんな問題が世界渦巻いてますけれども、この落としどころが見つからないっていうことが続く、もしくは何かが爆発するってなると、はい、やっぱり金っていうのは需要が高まっちゃうと、うん、つまり価格は上がっちゃうと、上がっちゃう、はい、いうふうに考えていいんじゃないかなと僕は考えちゃう、僕は考えちゃうよ。まあまたどっかで金の話もしますわ。あ、してよ裏話早く。うん、今してよあ、もう43分や、時間だよ、やめてなんでこんなに金が買われてるかね。あんまやね、みんなそんな話聞きたいんかな。もう40分経ったけど次ね、はい、一応原油、原油はね、油、うん、もう書かへんけど1,2,3,4,5 で A っていう感じでエリオット、エリオットで考えてます。だから A どこまで伸びるかはちょっと分かんないですけれども、うん、で次 B でちょっと上げ C で、下げていくというような感じで考えてますね、はい、でまあいろいろ書いてるんですけれども、うーんとねー、やめとこもったいない長なるわ。一応、うん、アメリカでは原油在庫は増加してるわけですね。ほうほうほう。で産油量は過去最高、うん、水準なことがもう重しになってるわけですね。これ売り、はい、つまり売りの勢力になってるわけですね、うん、で一方で OPEC 主導石油輸出国機構ですけれども、 OPEC ってね、あの学校で習った、減産してますよ、うん、学校で習った OPEC、うん、習いました。習ったけど聞いてなかった教科書とか持って行ってなかったもんな頭に入ってるから。なるほど、全部全部、ね、全部初日に全部読んでるから。そう、1回読んだらもう全部入るんで。あ、そうなんや、すごいオペックのこともな、つれやもんなオペック、ね、今日オペックなんですよ明日撮影来ないな、明日はオペック、明日がオペックなんですいや、何アプオペックって人物なの、何なのね、そういう感じで、はい、あとベネズエラですね、はいはい、問題が相場を支えてると、うん、まあ、売り圧力の方が勝ってるからこういう風に下がってきてるわけですけどね、はい、で中国もエネルギー巨大企業がですね、うん、掘削関係投資を2016年以来最高の水準まで拡大しているという風に言われてます。ほうほう、はい、だからまあ中国偉い状態になってますけれども、国内では投資はやっぱり次のね、常にビジネスの種というか、そういうところは発展させていかなければいけないので、はい、でそれはそれでやってるっていうことですね、うんうん、まあ、天然ガスを発見しようとしてるっていうふうに言われてます今は。あ、うん、なんで中国企業はそういう投資っていう面では、まあ、探索の方ですね、どっちかというと探す方にリスクオンってことです、うん、まあ国有企業ですけどね、そうですね、やってるのはね、ほぼ国有企業じゃないんですかね、うんうん、でもうだいぶ強気でやってるみたいなんですけれども、中国政府の政治的な後押しとか、うん、今50ドル超えてますから、うん、こういう、まあ、ちょっと 高くついてるというところが、はい、まあ、後押ししてるっていうふうに言われてますね、うんうんうん、で米下院はですね、司法委員会ですね、OPEC 加盟国を反トラスト法違反で提訴することを可能にする石油生産輸出カルテル禁止法案を可決しました、うん、はい、うん、まあ、これね、
過去20年間にわたって繰り返し浮上している法案なんですけれども、うん、成立に至ったことはないと、はいはいはい、ただ一応委員会で可決されただけですね、うん、委員会では可決されました、うん、審議されるかどうか不明です。あ、はいはい、うん、で可決されるかどうかもっと不明ですっていうことですね。それはだって全然関係ない外国の企業を勝手に法律で取り締まろうっていう話ですもんね。そうですね、うんうん、でもまあ一応その何ちゅうのそんな法案出したぞみたいな、うん、そういうのをニュースで、ね、うん、ちょっと牽制するというか、いやいやいや、ね、はいはい、そういう意味だと思います。その、うん、やっぱりアメリカってもう産油国なので、うん、こういうOPECに関し対してもいろいろ強気で出れるところがあるのでと、うん、いうことですね。結局はその減産とかしてんのやめろやっていうことですよね、はいはい、その価格を操ろうとしてんのやめろやっていうことですよね、うん、やめろやじゃなくて俺たちにやらせろやってことですね。ああ、そうかそうか、うん、お前らのもんちゃうぞと、うん、で一応トランプ大統領が原油相場支援に向けた生産削減を批判したことから、はい、この法案成立に向けた動きが強まっているということですね。まあ、こんな法案が通ったらまたまた中東がまたね、またきな臭くなっていきますね。きな臭いどころかですよねめちゃめちゃやないう話ですよね。まあちょっと違いますよ。日本は昔スーパー301兆とかでボコボコにいじめられてましたから。ああ、そっか、うんうんうん、まあ、そんな感じのことでしょう。そうやりたいんでしょうね。うん、OPEC入ったらいいの。誰が？アメリカが絶対入れへん。そういう、あ、そうか、あ、もう全然関係ないけど言っときますわ、うん、INF 抜けたじゃないですか。 IMF? IMF ですね。 IMF は通貨基金でしょ。 INF は中距離核戦力なんとか機構。あはは、 INF ね。 INF、はいはいはい、アメリカとロシアが、うんうん、中距離の核戦力を抑えましょうっていう法案、うんうん、条約からアメリカ抜けた、うんうん、じゃこれは事実上核兵器開発が再び核兵器開発戦争を加速化するってことですね。ねえ、他の国にはピーでロシアも抜けましたからね。あ、まあ、これでお互いオバマ大統領の時に核なき世界に向けて動き出して核兵器どんどん縮小していこうっていう動きの真逆のことをもうするって宣言したってことです、トランプ大統領。そうですね、うん、てか実際そうなるんでしょうね、うん、どんどんだからもうきな臭くはなっていってるってことですね、うんうん、平和が一番だね結局ですね、原油先物市場とかでもですね、こう、うん、貿易摩擦だったりとか、まあ、貿易摩擦って優しく言ってますけど、まあ、ほぼ戦争直前みたいな感じになってますから、うん、中国とアメリカね、あと、まあ、EU の離脱のこともそうやし、はい、ということでもうごたごたするまでこういう原油価格とかも右往左往させられるとは思います、うん、その中でトレードとして頼れるのはテクニカルだと思うんで、うん、そういう意味ではさっき言ったように、まあ、エリオット波動物語で言うとですね何そのエリオット波動物語ってストーリーです。ネバーエンディングストーリーみたいな感じ。分からん。あとネバーエンディングストーリーほとんど分からへん。いや、見てはる人分かるよ。あの白いやつのやつでしょ。そうそうそう。分からへんわ。子供の頃一番ワクワクした。まあ、みたいな。何回も金曜どうでしょうやったけど。あんな感じ。僕はネバーエンディングストーリーらしっぽく、こう、エリオット波動ストーリーみたいな感じで考えてます。はい。っていう感じでね。うん、12345の ABC になるんじゃないかなというふうに思ってますね。今この25日かなの移動平均線にサポート、あ、ちょっと割れてますけれども、うん、サポートされる感じになるんじゃないかなとか思ってますけど、はい、うん、思ってますけどという感じでね、ちょっとね序盤気が抜けた感じで申し訳なかったです。はい、ね、後からの方が元気なんでちょっと入れ替えてもらった方がいいかもしれないというわけで今週のパトロールおしまいにいたします。お、あ、ちょ、こっちでも触れておきますけど、最近もっとやばくなってますね。あ、最近、はい、うんうん、さっきよりちょっと上がってますけれども 0.、さっきって撮影さっき、何の役に立てない何の役に立てない
先はね 0.03 ぐらいになってたんですよ、マイナス 0.03 ぐらいになってたんですよね、はいはいはい、だからどん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 なんていうかね、うん、リスクオフ、みんながリスクを取らないというような感じになってると思います、うん、まあ、同じようにですね米債券もですね10年利回りですけれども、こういうふうに感じて下がっていってますので、はい、これが、まあ、ある程度下がってやばいんですよね、うん、そこら辺神尾さんから詳しく説明していただきたいなと思うんですけれども今日は時間がないのでやめておきましょうボンドマゲドンね、うん、ボンドマゲドンが起こるので、うん、もうそんなん今まで言ってたアメリカの中国の EU の言うてる前に債券っていうことで世界がぶっ潰れるっていう話になってしまいますんで、こっちもまあ要注意かなというふうに思いますね、はい、うん、もう世界に経済の中で話は一つもないですね、今んとこないですね、うん、10年後にやりたかったねこの番組10年後はないかもしれない金融吹っ飛んでるかもしれない、ね、あ10年前とかね、そのバブルの時やりたかったね、リーマンショックぐらい前やったらね、もうノリノリで、うん、ノリノリで明日も上がるねあれ1年ぐらい前仮想通貨そんなことまあでもね、まあ、あれで分かるんじゃないですかね、バブルってそういうもんだってみんなね、神尾さんでさえ下がる下がるって言ってた神尾さんでさえ、うん、俺もちょっとブティシー買おうかなとか言ってた時もありましたからね番組の中でもね、まあまあまあね、うんうん、ね、そんなもん、うん、誰もその優れた投資家であってもてっぺんなんか分からないもん、ね、まあもちろんもちろん、うん、なんであの注意する必要があるんです。でこういうね、なんか暗いニュースで巻き込まれてもう、もうあかんあかんあかんってなってんのもそれかもしれないですからね、逆バージョン、うん、バブルがぶっ潰れた後の一番暗い時かもしれないですから、はい、それも頭に入れて投資活動していたらいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、もうこんなこと言う 2,3 ヶ月後には世界の問題が全て解決されて、なんか僕たちもすごく明るくなってるかもしれないですよおー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 おというわけでね、一応この節穴コーナーは、まあ、毎週続けていきますんで、はい、長いですけれども見ていただけたら嬉しいです、はい、ちょっとだけ補足ですけど、この暗い話、逆に技術はねすっごい発展してるじゃないですか。そうですね、今の中あまり知られてない技術、はい、例えばもう塩水で走る車とか、海水マジでスイスとかでも実はあるんですよ。で、うん、行動実験も今年から始まってるんで、ね、去年かな始まってるんで、うん、スープちょっとした塩水で東京大阪を動けるぐらいのマジでっていうすごい車とかもできてるし、まあ、あとは AI とかもね、うんうんうん、シンギュラリティとかも向けてすごい動いてるんで、うん、技術面は明るい話いっぱいあります、うん、そうですね、そういうちっちゃい企業というかね、うん、そのスイスの企業もまだ設立1年で作ったんですよ、すごいね、そういうちょっとした世界の明るい新しい技術とか、うん、AI の最新情報をお伝えするコーナーをやりたいと思います、うん、その明るい話、巧妙の話をしようや、うん、っていうのをずっと言ってるんですよ、うん、ね、その最先端技術とか、そう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 、うん、なんかね、うん、そういうコーナー作ろうって言ってずっとそういえば忘れてました僕来週からやります、毎週言っても一向に台本が上がってこないなって思ってるんですけどなんていうコーナーにしようかな、うん、人類の光宗教みたいな長藤さん、長藤先生全部もう昭和感出過ぎてる昭和感バリバリ出していってんねや、逆や逆というわけで、そういうね、コーナーもやっていこうと思います。そう、明るい話もしていきましょう、うん、はいはい、神尾 TV 見た後暗なるわって思われたら困りますからそれそうです、そうですよ、はい、うんうん、はいはい、というわけで新技術の話をまた今後していきたいと。そうだね、はい、うん、でまた来週もパトロールを、パトロールもうちょっと元気にやっていきますから、ね、はい、はい、というわけでこのサブチャンネルもなんと2万人超えてね、順調に伸びていますので、はい、おかげさまで伸びていますけども、まだチャンネル登録されてない方ぜひチャンネル登録のお願いします。とメールマガと LINE アットもぜひご登録お願いします。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。これ60分なってるなんでこんなに長くなんの分からへん。そしてほとんどニュース番組になってるやん、うん、そんな大したこと喋ってないはずやのになんでこんな長なんやろねあ、めっちゃ溶けてる、はいチョコレートも期待なんねんで02、0
8。そうだ、なんかケーキ、チョコを作るときチョコ溶かしたらドロドロになるでしょ、そこから消えるってことですか、まあ、消える水が蒸発したら消えるってこと、え、違うんですか、え、どこ行くん、どこ行くん、どうなるん、空あ、間違ってはいない、間違ってはいない、間違ってはない、間違ってはない、間違ってないぞ、でも消える、え、消えないんですか、消える、あの透明になるってことか、目には見えないか、うん、あ、そう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 、目には見えない、なるほど、うん、分かった、僕がこの世の仕組みっていうのをコーナーを作るから、はい、それでゆいちゃんにいろいろ教えるわ。あ、でゆいちゃんが、うん、ゆいちゃんがそれを噛み砕いてお伝えするという。うん、おそれかもう何か興味のあることでやっていった方がいいかもな、あなたの場合。なんか一個さこう深くやるとなんだかんだ知識ってついてくるやん。まあね、うん、関連してね。うーん、何が好き？何が好き？はい。え？何でですか？ファッション業界の闇に迫っていく？そうやな。おー、面白そう。うん、潜入レポート。潜入すんの？うん、ブラック企業でまた働いてみました。また。すっごい表面的な裏情報やから。ほんまやほんまや。もっと深いところに。ファッション興味あるもんね。うん、宇宙。宇宙、あ、宇宙、宇宙から行く、宇宙行こう、宇宙、宇宙行くんですか、ちょ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 、宇宙の話からこう、はいはい、知識を深めていく、宇宙好きなんやね、好きです、全然わけわからへんけど、まあまあ宇宙でもいいですね、じゃあもう占いでもいいかもね、ほう、中国東洋思想に触れれるからいろんなことがわかるよ、うん、それも面白そうよ、宇宙ですから、宇宙、結局は宇宙ですから、うん、そうか、そう、ゆいちゃん強靭化計画を発動させようとしてました、国土強靭化ならぬゆいちゃん強靭化計画、そう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 、ね、あと一人暮らし計画、一人暮らし計画、私の一人暮らし計画、はあ、何さんちっちゃい子で今資金礼金出してってどういうこと、ね、もしかしてランニングコストも払わなかった家賃までそれはもう神尾さんにほら言ってもらっ て, てもよ、ほらほらもう一回言ってみる、ここでもいいですよ別に、ここあ、まあ確かに空いてるからな、ベランダとかなるほどね、うん、ゆいちゃん強靭化計画とはあまり関係ないと思うんだけど強靭化されるかな、されますされます、太るやで、太らないです、あ、そうな、うん、だっておばあちゃんちで言ったら太ってまいやん、太らないです、あ、そうな、うん、再現したらいいね、おばあちゃんの、おばあちゃんの再現をできるもんはい、という感じでね、うん、あ、もう終わってた結構やな、終わってる、終わってるよ、終わってるよね、うんうん、というわけで、まあ、なんかやっていきましょうはい、お疲れさんです